あ、ダッセマックス、ダッセ、パワー筋肉だけなんだ、あいつ、見せかけの伊藤家、筋肉で打ったんだろうな。おっしゃファールでーすまだまだ2ストライク、次勝負来い、大谷翔平。おファール、一応ファールでーすあ、ファール一応ファールでーす。低め、ファールでずっとチップしてるけど、隣の小学生の方がうまい。ファールでーす面白い映像ください。オッケー、いや、取れたかな、取れたかな、ピンとずれた。おう、三遊間野球知らねえよ。三遊間で三塁とショートの間じゃね。あ、そうなんですかとりあえずゲッツーとか行ってみよう。お、これで何、同じやって梅もやるんでしょ。同じやってるでしょ。梅キャッチャースタイルだもんね。キャッチャースタイル、パワーヒッターだ。うわ、頑張って梅ちゃん、マックスに帰ってきたら一言声かけてあげてね。期待外れだったっあ、終わってないかな。ファールでーす。これって何球ぐらい、20球じゃない。結構でも来てるよね。あ、止まった。これまだ待ってる。なんだ、来ると思ってる。もう来ねえよ、暗くなったぞ。弟逃げたな今。声かけてあげてね。マミちゃんが一言。まあ勝負に勝って、あれ聞いて、待ってるよ、言ってあげて。おーそして梅さんに一言。乳首、梅さんに一言。期待してるよ。お、期待されてる。俺ちなみに打ってたのがあれ70キロだから全然速くねえから。そう、なんか速くないんです。やっぱね、僕はね、マミさんの期待をさせてもらう。てか、ここに入っちゃえばいいんだよ、マミちゃん。ここに入っちゃえばいいんだよ、真後ろに。そこは危ないよ、こっちの方がいいよ、こっちの隙間入れれば。え、梅どうした。やっぱり110キロぐらいあった方がね。見た、今空振ってます。やべえ、これ早いよ、これ早いよ早いゲーム中はスピード変えられませんって書いてあったよ。あの高さ変えた。当てる男。梅、ケツ。絶対ファウルしないでよ。いや、当ててくれって言うの。飛んでない。バックス飛んでないよ。早いよ。梅、ケツ。いや、ファウルだから。バックスファウルばっかだから。なんでファウル。梅、体当たって。いや、ファールばっかだから。なんだこいつら、空振りとファールの連続だぞ。お、一応前飛んだけど、今取られてるじゃん。梅、ケツ
いや、ファールだから。形だけだ、あいつ。惜しい、ほら。惜しい。あぶね、ファールやめ、ファールやめて。取ってない。俺だけ笑ってんじゃねえかよ。前に飛ばせ、前に。ファールばっかだぞ。失敗、投げるの失敗してんじゃねえかあいつ。一人遊び好きだな。に一言。喋れよ。ソフトボールの方がボールでかいから当たりやすいんじゃない？あ、それは言えてる。ソフトボール。あ、それならいけますみたいな。あ、私ソフトボールやってます。ストラックアウトある。ストラックアウト。一番向こうに。いや、肩やっちゃうからいいや。あ、一球投げただけですごい肩。うん。なるよ。めっちゃ痛い。